オーストラリアの、お土産をいただきまして、食べてみたいと思います。ティムタムって読むのかな。チョコレート3種類。今日はこの白いやつ。あ、2種類。あ、白が2種類の黒いやつが1個か。あ、2種類じゃなくて2個と1個か。今日はこのホワイトのやつを食べてみたいと思います。定番らしい。両方とも。そうなんだ。オーストラリアの？キムタムの。キムタムの？キムタムってそもそもどこで作られてるの？日本語全くない。わ かんない。でも外国で有名なチョコ。いただきます。あ、こうやってチョコレートで包まれてるんですね。普通のはね、11枚入ってるらしいんだけど、ホワイトは9枚しか入ってない。ちょっと高級なのかな。わかんない。やっぱオーストラリアのお菓子っぽいな。なんかサクサクのやつがチョコでくるまれてます。意外とあっさりしてますね。もっと甘いかと思ったんだけど。キムタムは甘さ控えめなんだって。あ、これのはそんなに甘くないやつなのね。オーストラリアのアーノッツ社。オーストラリアのお菓子だ。オーストラリアのお菓子だ。あっさりして食べやすいですね。中のこのサクサクも軽いし。美味しい。あ、コーヒーとかと合いそうだな。牛乳とか。甘さが抑えられているのはこれだけかもしれない。あ、そうだね。でも、あれよ、そんな甘すぎないの？だからこれはね、こっちは甘いかも。あ、こっちは甘い？白は抑えられてるってみんな言ってる。白が抑えられてる。こっちはまだちょっとわかんないね。じゃあね、食べてみないとね。いろいろ種類がね、いっぱいあるみたい。限定品から変わり物から。これは定番の中の2つそうなんだ。だそうです。はい。ティムタムのホワイトチョコレートでいいのかな。ホワイト。ホワイトでした。